本編ではアメリカのウナギ漁を楽しんでいるのですがウナギ漁をしていたのはアメリカの首都ワシントン DC から5 0キロもない場所でした先日大阪の道頓堀で天然ウナギが見つかったというニュースもありふと思ったのです世界的な都市のほとんどにウナギが生息しているのではないかとそこで調べてみたところ森記念財団都市戦略研究所が発表する2022年版 世界の都市総合力ランキングのトップ10はこちらでしたヨーロッパ4カ国にはヨーロッパウナギニューヨークにはアメリカウナギ東京、上海、ソウルには日本ウナギオーストラリアはメルボルンにはオーストラリアショートフィンウナギシンガポールは生息域的にオウナギかインドバイカラウナギがいるではないかとなんかすごくないですか 北半球に都市が集中していることと温帯ウナギの生息域がバッチリ合っているところがまあ理由なわけですが、まあ、人類の発展とウナギの生息域何か関係があるのかもしれませんね。ご視聴ありがとうウナギでした。 本編では、韓国系スーパーに引き続き、韓国系うなぎ専門店にうなぎを納入しているのですが、うなぎって生きた状態での輸送が簡単だなぁとつくづく思いました。タンクの中にたくさんのうなぎを入れてエアレーションさえしていれば、アクロを走ろうと大丈夫。少量であれば、うなぎ袋に酸素を入れてパッキングすれば2日ぐらいは大丈夫。この手法、結構世界共通なんじゃないかなと思われます。 日本、東南アジア、欧米とウナギスト見てきました。お世話になったビルさんによれば、アメリカから日本へ生きたウナギを送ることはとっても簡単なんだそうです。2日で届くなら世界中どこでも届けられるよなんでこんなに自信ありげだったのか本編で公開中です。こうなってくると妄想してしまうのがウナギスト。生きたウナギで世界一周した個体はいるのだろうかと。 技術的には可能でしょうけど、意味がないので誰もやったことがなさそうですね。ご視聴ありがとうなぎでした。